はい、えー、今日もよろしくお願いいたします。えー、今日は、えー、伊藤博文と禅という話をしようかと思います。えー、多分伊藤博文と禅についてっていう,ような話をする人はほとんどいないかと思います。えー、だいたい伊藤博文のまあ成果というか山口県の萩ではですね、えー、法恩寺というお寺で、まあこれは浄土宗のお寺。 ですえまあ、そういうことで、まあ、直接的には禅を信仰したというような話はないんですが、まあ、この時代です、ね、あのその幕末の頃え勝海舟であるとか山岡鉄舟であるとかです、ね、あの西郷隆盛と、まあ、こういう方はみんな禅を信仰、まあ、してたということとあと、まあ、この伊藤博文さんはです、ねあのまあ、お茶をやってた茶道をやってたということなんで禅、まあ との関わりというのはあったのかな、と、まあ、いうふうに思います。で、なんで、こん、今回、この伊藤博文を取り上げようかと思ったかというとですね。あの、うちに、こう、伊藤博文の書いた字というのが、こう、ありまして。えー、これはですね、季節。良相ですかね。えー、という字です。えー、この、まあ、意味はですね。困難に、こう、直面しても、それをしのぐ、こう、強い力を。あの 強い心をですね、こう持ってすればできると、まあいいような、えー、意味合いの言葉ですね。まあこれ伊藤博文らしい、えー、まあ言葉かなと思うんですけど、まあそんなものがですねうちに残ってたんでちょっと興味を持ってですね伊藤博文と前とまあいう,ような話をしてみようかなというふうに思いました。えー、伊藤博文は皆さんご存知のように、えー、初代の内閣総理大臣です。えー、で、まあ この時の年齢が44歳2か月ということで非常に若い時にも内閣総理大臣になれてしかもですね結局初代5代7代10代と4回総理大臣になっているであの中でもですねこの方の一番の大きな功績はですね明治憲法を起草したということです。 大日本帝国憲法ですねこのことによって憲政政治ですか憲法による柱とした政治というものができました他にもですねまあ現在でいう東京大学昔の帝国大学というを創設したりとかあとまあそんなこともありますもともとですしねまあこう吉田松陰の昇華村塾ですかにまあ いて高杉晋作とかですね、えー、っと、まあ、あの有名な高山寺挙、えー、兵に参加したりとか、まあ、そういうことがありますて何よりも伊藤博美が注目されたのでは、まあ、こう要するに要するに当時はですね隠れというか船に乗って外国に出て。 イギリスとかに行ってですね勉強した開国論者であったというようなことですでまあその英語力というのが買われて世界に通じるということで総理大臣まで行くでその中でですね日露戦争とか日清戦争というのが起きますがここを経験し最後はハルピンですね有名な 韓国の方に殺されてしまいまいすえしかしながらこう伊藤博文自身はですねあの、まあ、韓国を自立させるということで決してですね韓国を敵対するようなことを考えていた方ではないようです。であ,のあとあの有名なの伊藤博文はあは特に言われてるのはあの女癖が悪かったという話があります、ね。芸者好きであるとかです、ねまあまあ その奥さんに手出すので平気でやってたような方で笑っちゃうのがですねあの明治天皇に殺されたって言うんですねもういい加減にしろとまあ、こういう風うに言われたくらいだそうですけどあの当時のあだ名があの芳希というんだそうですこれを笑っちゃったんですけどこれはですねあの伊藤の女はですね吐いて捨てるほどいるというところからですね芳希と呼ばれたと。 ということなんですねただあのまあ、えーまあ、そういうところもありますけど、まあ、女子教育とか、まあ、そういうことにもですね熱心に取り組んだところもありますし伊藤博文の言葉で言えば、えー「今日の学問は全て皆実学である」えー「昔の学問は十中八九は巨額である」「卑しくも天下に一時一物をですか成し遂げようとすれば命がけのことは終始ある」 依存心を起こしてはならぬ、自,、えー、自力でやれと。まあ、これはさっき言った、あの、この。施設、両相の、言葉でも通じるかなというふうにも思います。まあ、ここら辺の、まあ、思考というか、まあ、これは前提かな、ということと。あと、まあ、関わった話を、まあ、ちょっと調べてみたですね。あの。えー、日本海側、まあ、を、まあ、遊説します。えー、伊藤博文、それで、その時に、途中、あの、福井の永平寺に、よります。 えー、この時に森田豪遊前寺証券我々言いますけど、まあ、面会をするわけですで、えー、まあこの時にですね苦労話をした、えー、憲法のことやです、ね、日清戦争でどうだったとか、まあ、そういうことを話したとくとと話したというんですねその、まあ、森田前治、えー、そしたらですね、えー、森田前寺がですね「訓を断ずる者はまだ勲行のあたりにとどまっている勲行を忘れ去ってこそ真の勲行を立てることができる」。 惜しいことに「うはまだ勲交の辺りにとどまっているところだなぜもう一歩進めないのかと」と、まあ、こういうふうに誘した、えー、するとですね伊藤博文はですね反省したと、まあ、こう自分はちょっと調子に乗って思い上がってたなと、まあ、いうことでその、えー、ことです,でその後ですねあ,のある時からですね国蔵菩薩というのを信仰するようになって、まあ、それを、まあ、こう手に入れてあの毎日拝んでた。 えー、これはですねもともとはですねその <laughs> 仏像のいきさつというのは、えー、藤原富士房という方がですね楠木正成の冥福を祈るために仏師に作らしたものであったと、まあ、いうことなんですが、あのー、この藤原富士房という方はですね後に出家されてですねこれ臨済史の坊さんになってましてあの明神寺の2世であります寿王宗室伝寺。 いう方がこの藤原藤房の若い頃の名前だそうです。ですからそこら辺はまあ直接はまあそれを知ってたかどうかわかりませんけど、まあ全と関わるところ。で、国蔵菩薩がですね、あの手に <laughs> あの右手に宝剣を持ってた。それがなぜかわからないんですけど、な、うん、くなってしまった、紛失してしまった。えー、それでまあ伊藤博文は考えたのは、あの自分で作るのはまあ簡単だけど、これはあの 縁のある森田御遊禅師にお頼みしてみようということで頼みますとまあこう引き受けた禅師はですね封建を作らせて香を焚いてお経を読んで供養しそれにまた文を添えたとこの文がですね今や孝君の聖望遺徳古今に卓越すしかして常にこの霊像を念じしてしばらくも相離れることなし。 兄また国蔵りの大志にあらざらんやと,あのというようなこと、まあ、要するに今後もですねこの、まあえー、菩薩をです、ね、あの常にこう傍らに置いてその心をこう学び続けていきなさい、えーまあ、だいぶあなたもですねあの以前と違ってです、ね、その傲慢さが消えたよと、まあ、こういうようなことを、まあ、教えた、まあこんな話があります。 えー、ここら辺はやっぱりですね。あのまあ、前とのまあ接点とまあ、いうことになるかなと思います。まあ、今日はですね。まあ、たまたままうちにあったまあ、こういう字があったもんですから。伊藤博文と善との関わりという話をちょっと紹介させていただきました。どうもありがとうございます。ま